もしも流用度がなかったら摩擦値を使ってもよろしいです。これは摩擦値ですが、これも同じようにフルインにかけます。摩擦値を使ってもよろしいです。今から、培養土を作ります。そして使用する土は流用土、そして鹿沼土、そして苦土石灰を使用いたします。今からフルイを使って流用土を使用できるようにいたします。下に網を入れておきます。そしてこちらに透水マットも入れておきます。このようにやっておきます。このように流用土をふるいにかけた分量が1としたら、この鹿沼土も1にします。1対1にします。流用土と鹿沼土は1対1にします。そしてそれに対してこの苦土石灰は 0.2 未満、 0.2 未満といたします。こちらが流用土のふるいにかけた土の分量です。これを1として、こちらが鹿沼土の1です。1対1の分量にします。そしてこれに対してこちらの苦土石灰を 0.2 未満とします。これが苦土石灰の 0.2% に未満とします。こちらが鹿沼土の1の分量です。こちらが流用土の1の分量です。これを混合します。これを混合します。これが出来上がった培養土です。
これは先ほど使った培養土です。これをこの植木鉢の中に放り、先ほどイメージした元鉢を入れた時のイメージを思い出して、だいたいその高さになるように下にこの培養土を入れます。